トじゃーん、トマくんです。曲としては今一番盛り上がるところだったけどね、うん、急にね、ももくん入って何ヶ月でしたっけ？え、3ヶ月になります ね、 ね、今日多分ね、見たことない人もいる中ね、急にね、うん、盛り上げてくれ、ここが今盛り上げどころだなと思って行ったんですけど、いや、全然盛り上がってない、ちょっと違ったね、うん、違うの欲しいよね、もう一回もう一回チャンスももくんに与えてみましょうか。じゃあ、くれますか？じゃあ、ももくんネタ振りしてみる？そうだね、うん、直前で言った方がなんか悪い。今ももくんは何も知らない状態です、うん、あの急に僕が今ネタを振ってももくんがそれに対応できるかどうかちょっとね、はいはいはい、やってみましょうか。大丈夫、大丈夫、ネタね、ネタ考えよう、ネタね、出てきた、あ、じゃあ行きましょう。さっきのじゃあももくんそのあたりからお願いします。お願いします。あ、そうです。じゃあネタ行きますよ。ももくんにやっていただくネタはですね、洗顔と歯磨き粉を間違えた時の門膜言ってみましょう。はい、鼻ぐぶき、これクリアクリアじゃないか、いいじゃないか。すいませんでした。失礼いたしました。ね、自分でも笑っちゃったよね。そうですね、すいません、ごめんなさいね、本当に。またまた一般人紛れます。すいません。失礼いたしました。すいません。クリアクリーンやないか。クリアクリーン、使ってるんでね、クリアクリーン。間違えちゃった。それはオーラ2でもいけたんじゃない。いや、クリアクリーン派なんで、クリアクリーンだ。ね、モマ君はだから、だから洗顔と歯磨き粉を間違えたら家で一人でこれクリアクリーンって言ってくるね、やってますからね、勝っちゃいましたけどね。すいませんね。違うの、うちの信用の盛り上げっていうのを見てほしい。マジか。信用はいける。ちゃんと見てて。ちゃんとお手本見せて。じゃあ信用パートナーなんだ。舞い上がれ。舞い上がれ。信用に関してはもうネタ振りだといらないからね。うん、来るよ、信用。じゃあもう一回先ほどからお願いします。すみません。信用もう来てるからね、今日ね。さあ、もう一回行きましょう。踊って、はい。舞い上がれ、バトン。いや、信用。花吹雪。焼肉。焼肉だってよ。さあ、焼肉だって。焼肉行くぞ。それ、俺の時やって。それ、俺の時やって、ちょっと。はい、はい。焼肉だよ。今日コラボできてる。なかなか出ないよ、コラボ率。まあ美味しいですけれどもね、焼肉。今焼肉との焼肉だけど、クリアクリーンじゃちょっとね。うん、いや、いけるし、じゃあもうクリアクリーン。これがクリアクリーンやつ。じゃあ、そこでさっきのテンション、欲しいやつ。それは欲しいやつ。本当にすいません。一般人紛れました。間違えてます。間違えました。あの、そうそう、曲に戻ってね。大サビ行きたいわけですよ。行きましょう。一応盛り上がるからね。スッと行かせて、もう。行きましょう。任せてください。任せてください。行きたいんだけどね。
もう一回モンマくんのあそこから行く？いや、いらないですよ。いらないですか？大丈夫です。いかすみませんね。あの、靴の紐ほどけたんで、ちょっと僕抜きます。ね、やりましょう。じゃあね、大サビから行きましょうか。行きましょう。大サビからすみません、お願いします。ちょっとカットしてね。どっこいどっこいどっこいしょどっこいどっこいどっこいしょほんまに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 かなわんわええじゃないか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 まだまだいけるぜまだまだいけるぜあっぱらっぱらっぱらっぱりの心意気もう一回ええじゃないかええじゃないかまだまだやれるぜペペ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 今日はね、とことん滑るね前世がヘビなんです前世がヘビなんです前世がヘビなんです改めてね、紹介しましょうか、はい、モンマくんでーすどうもこんにちは、ね、もうね、メンマでおなじみのねいや、メンマじゃないから、はいでこういうネタでおなじみなんですけど、そろそろ飽きてきたから ね、もう二度とこういうものは振りませんね。二度と振りませんそれしかないと思うよ。それしかない。英語の間に挟まってるみたいな。いや、コンマじゃないから。あ、それ新しいやつ。新しいやつ。同じやつ。わかる。地獄にすぐ落ちちゃうみたいなね。地獄。エンマじゃないから。エンマじゃない。そろそろやっていきましょうか。ごめん。花畑です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと自己紹介紛れてやってみましょうか。はい。深夜の次ですからね。いいですか。はい、上田浩人、20歳です。よろしくお願いします。はい、今度深夜14歳です。よろしくお願いします。メンマ庄司です。25歳です。よろしくお願いします。全員的ですか。全員的です。大丈夫です。モンマ君ですね。はい、はい、千葉翔太、20歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、はい、1人25歳ね。平均年齢上がっちゃいます。上がっちゃいます。でね、今日はですね、はい、なんとこの4人で今出てるんですけども、はい、もう一つね、オープニングアクトでどうしても出てくるってね、すごかったね。あの人ですか、海外のアクタのビヨンセですよ。ああ、今待ってました。今日はですね、アクタのビヨンセが来てくれてます。紹介しましょう。アクタのビヨンセはーい。イエーイ。すごい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 、いい加減にしてます。すごい。はいはい、どうぞ。はい、自己紹介してください。はい、タイのゆめこ、21歳です。なんで緊張してんの。緊張してるね、今ね。今日はですね、ゆめこちゃんもね、一曲歌うということでね、はい、そのビヨンセプリオビヨンセかな、もしかして。もう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。じゃあね、じゃあ早速歌っていただきましょうか。ゆめこちゃんで、ね、かわちおとこぶしを歌います。手拍子とか全然いらないですからね。大丈夫ですよ。見ていただくだけで大丈夫です。はい、全然したんで大丈夫ですからね。
いらないですもんね。あのどんな気持ちで見てたらいいのかね、うんうん、これどういう感情で見てたらいいでしょうね。いや普通にわーって全然わーの部分なかったわーの部分ねえよあのね、ゆめこちゃんがね、せっかくちょっと来ていただいたということですからね、ちょっとお話聞いてみたいんですけど、そうですね、ゆめこちゃんは1年前ぐらいですか。はい1年前ぐらいかな、あの最後ステージに出たのは。そうですね、はい、1年ぐらい前に出て、で、ちょっとお休みしてたんですよ。そうですね、はいはいはい、あのじゃあその1年前に行ってたあのゆめこちゃんの趣味が神社参りってね、すごい行ってましたね、なんか神社のね、なんかよくわからないの投げてましたね。ね、あのじゃあ今年あの1月1日にはじゃあ行かれたんですか、初詣は。もちろん行きましたよ。どこの神社に行ったんですか。もちろん北海道神宮。からすいませんね、もうどんな話でしょうね。北海道神宮行ったんですか。どうでした北海道神宮は。北海道神宮ですか、あのすごいあの人多かったんですよ。でちょっとあのなんかお参りそういうのにもすごい大変だったんですよ。もう人並んでも寒いわ人多いわみたいな感じで。はいね、そんな感じでゆめこちゃんでした。ありがとうございました。もうちょっとなんかあるでしょうね。あまだまだなんですか。じゃあ本当お前どうなんですか。おみくじ引きました。はい、はい、もちろん引きましたよ。おみくじどうでした。おみくじですか、うん、なんと、うん、おみくじ引いたら結果は、はいはい、チューチー。はい、ゆめこちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さっと返すね。さっと返すね。もう振り返ることなく返ってたね。今日ね、本間君も来てくれたということですかね。早速もう説明しましょうか。はい、はい、じゃあ説明していきましょうね。じゃあ、いつも通り新庄からいきましょう。はい、オーディスだったじゃないの。急にどうした、急にどうした。ゆめこちゃん入ったのかな。急にどうした、ちょっといつも通りやる、いつも通り。おいおい、何いつも通りって。まあ、いつもいねえだろ。いつもいねえって言うか。いい加減しろお前。すいません。すごい怒るよ、すごい怒るよお前。怖い怖い戻れ。あ、すいません。すごい怒るやん、どうしたの。すっごい怒るやん、しかもあるね、それね、お前立てよお前、立てよお前、お前座れよお前、みたいなね、あるね、そういうのね、じゃなくて、あの説明いきましょう、もうね、すいませんね、うん、本日のスタジオライブは、ごめんね落ち込んでた、普通に、普通にごめんね、なんか、本日のスタジオライブは1時間半程度予定しております。はい、ライブ終了後には、はい、交流会&撮影会を30分間行います。こちらの B スタジオで男性出演者、はい、あちらの A スタジオで女性出演者を行います。そして交流会の撮影会終了後にはツーショットチェック撮影会を行います。ツーショットご希望される方は受付にて300円お支払いください、はい、そして注意事項なんですが、出演者へのお触り、ご自分の携帯電話を使っての自撮り、そしてライブ終了後にスタジオ前での出待ちはおやめください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのね、はい、始めますか、はい、そしたらいつの間に両足抜いたの。気づかなかったの。多分ここの空間で一人だけだよ。そんなことない。ごめんなさい、気づかなかったです。あ、で、今ですね、一個すごい注意事項って感じで言いたいんですけども、今のオープニングアクトはですね、はい、もうアクターズスタジオだとはね、思わないでいただきたいぐらいですよね。ね、はい、これからですからね。さっきからあいつらもう、ね、ただただ一般人が負けてる。一般人じゃないから、ね。これからどんどんすごいの出てくるからね。まだ帰っちゃダメですよ。はい、さあ、始めていきましょうか。はい、せっかくだから。行きましょうか。メンマじゃないからね。行きますよ。それではスタジオライブボリューム110スタート。花畑トーク、さっきはゆめこちゃんとモンマケでした。ありがとうございました。